どうも皆さんこんにちは。未だ無料10年から星5が出ないイースターフトでございます。平常運転ありがとうございます。そして皆さん、ダークビジョンズお疲れ様でございました。いかがだったでしょうか。私イースターフトはですね、なんと最終ステージクリアすることができませんでした。虫ステージもですね、以前ツイッターに上げた通り、もう結果がナムさんでございましたので、まあ、今回3000位はもうね、まあ、無理じゃないかなというようなスコアでございました。私にはですね、難しいステージでございました。そして本日はですね、まあその5周年で新実装されたラスウェル霊言、通称ラーゲンがですね、まあおかしくらい強いということなんで、まあ、その登場によって、まあ、難易度がね、僕の中で爆下がりした新降臨新竜を今回はやっていきたいと思います。まあ、難易度が下がったとはいえ、まあ、敵の攻撃の、まあ、運次第なので、まあ、かなりね運要素強めの攻略となってしまいますので、ご了承いただければと思います。パーティーはねこちらで行こうかなと思います。フレンドさんに、ラーゲンをお借りして、まあ、アタッカー2体の編成でやっていきたいと思います。で、まずですねフィナデジなんですけども、まあ、フィナデジ気をつけた点は、まあ、ブレイブシフト後ブレイブシフト前ともにですね、火、氷、雷、水、土、この5属性をとりあえず100以上、まあ、可能であれば110以上を、まあ、ちょっとね目指そうかなと思った装備構成になっております。で装備はこちらになります。まあちょっとねスパトラ多めにはなってしまいますが、まあこんな感じの装備構成、そしてアビリティ構成になっております。でこの装備構成とアビリティ構成に関してはブレイブシフト後も同じになりますので、まあね持ってない方はちょっとね代用できるところで代用していただければと思います。そしてビジョンカードは水の巫女と水神を装備しております。で次リュックですね。リュックはですね特には気をつけた点はないんですが、まあ、雷耐性を、まあ、ちょっと盛るようにしたかな。あとは土耐性ですね、まあ、人氷はちょっと捨てかなっていうところですね。で装備はこんな感じで、アビリティに関してはこんな感じですね。バハムートシナジーと幻獣たちとの絆、まあ、これはね今回ミッションに幻獣召喚がありますので、まあ、一番手が空きそうなデバッファーに持ってますというところになります。そしてメインアタッカーラスエル&レーゲンですね。今回は、まあ、本当は強いのはブレイブシフト5なんですけども、まあ、ブレイブシフト5は使わずにブレイブシフト前で戦っていきたいと思います。そしてメインアタックがこちら LB タッグアタックになりますね。明鏡総人、まあ、超かっこいいですよね。で、こちらをですね使ってやっていきたいと思います。で、まあ、威力ね9950というところで、あとレベルが1上がればマックスなんですけども、まあ、ポットが足りずというところになります。で、まずはお見せしていきたいのがこちらのステータスですね。アビリティ、ブグバイ率、LB、そして竜特攻は全て、まあ、マックスの状態にしてありますと。装備もねどうだろう、難しいかな、まあ、合体剣とかちょくちょくねやっぱスパトラがあるんですけど、でアビリティはこんな感じですね。まあ本当ね自分のトラマスがめちゃくちゃ優秀なのでね、この子はスパトラもねちょっと取ろうか正直迷ってるところではあります。でビジョンカードは黒騎士との戦いを装備してます。まあ特にねこれはまあ剣で 20% 上がって、攻撃もね62って高いから装備してますよというところですね。幻獣はオーディン採用してドラゴンキラー乗せてます。でまあ、もうちょい補足すると、今回使っていくアビリティはねこちらですね。父子の、まあ、ちょっとなんで不死の結束で、まあ、3ターンの間ね非氷の LB アビリティ能力が 30% 上がる。で LB がちょっと消費しちゃうんで、まあ、LB をねうまく貯めながら立ち回っていくような形になりますと。そして最後 LB をぶち込むっていう感じになります。で次ね光の戦士レナですね。レナはまあ、特にはあれだけど精神をとにかく高めたアビリティ構成になっています。属性に関してはそんなに気をつけてないかな。あとはチョコボの羽飾りでガッツ入れてるぐらいなので、一応耐久はその面で、まあ、ちょっとカバーしているような感じになるかと思います。で防御を上げたかったんですが、まあ、雷耐性がね 75% 下がっちゃうのはかなりきついんで、ビーチガールとかあとは幻獣で特にプラスに持っていくようにだけちょっと気をつけてますね。で次ポネなんですけど、ポネはね特にはないかな。もう最強の精神でこれは装備してますので、まあ、特に気をつけなくてもいいのかなと思います。まあ、主に LB ゲージの供給役っていう感じですかね。よしじゃあやっていきましょう。
ほいじゃねー、まあ、早速なんだけど最初はね、まあ、フィナデジですね、まあ、先制カバーがありますので、まあ、100% 以上であれば、まあ、全て無効化できますと。で、最初のターンなんですが、まずですねポネで LB の供給をやっていきたいと思います。でネガティブ禁止で、ネガティブ禁止、これでですね3000の LB ゲージの上昇。そしてまあこの後はねぶっちゃけ何でもいいんだよね。だからまだまだいけるっしょとかを、まあ、一番倒れやすそうなリュックとかにつけてあげて、でインスピレーションキターをやってあげます。で3000溜まったのでこちらのですねがゲージを消費するアビリティが使えるようになりますと。でやっていくアビリティはまずこちらですね、完全覚醒、自分の攻撃 300% LB の威力を 200% アップ、やっていきたいと思います。そして自分の物理攻撃に氷属性を付与ですね。これめちゃくちゃ便利で、フレンドさんのラーゲンも全く同じ動きですね。完全覚醒で LB ヒロ、LB とアビリティ入力 30% 上昇ですね。で氷属性を付与。リュックに関しては最初ダブルの、まあ、回避ですね、分身付与、そして、リレイズ付きの、ステータスデバフをやってあげると。でラスエル霊言はもうあの打っちゃって OK かなと思います。だいたい 90% ちょい、あ全然削れないね、まあこんなもんか、まあまあまあいいでしょう。そしたらレナで、ダブルでまずはダメージ軽減ですね。そして、まあ、攻撃ダウンアビリティをね敵は持ってるので攻撃のダウン耐性、ステータスダウン耐性をつけますと。でフィナーデージはダブルオーシャンの、まあ、水と土、とりあえずこちらをですね味方全体 100% 上昇、さらに雷属性を 90% 上昇をやってあげますと。ただ実際ね雷属性デバフ入ってるんで 90% のデバフ入れても60とかなんですよね。かなりね痛いですね。で、そしたらまあ吹雪とかに関してはいいんですけど、この運ゲーっていうのが神竜の尾っていう味方全体物理攻撃があるんですけど、これをなんとか1回で済ましたいと。全てランダムなので詳細どうなんだろうな、あるのかな法則が。今んとこ僕が感じてるのはランダムが強いなってとこがあるので、このねランダムをいかに引かないかっていうのがまあ最初にお伝えした運ゲーっていうところですね。でラスウェルはそしたらね3ターン目でもう決めていきたいので LB ゲージをここは上昇させたいのと、氷属性をマイナスさせたいのと、竜特攻を味方全体に付与したい、この3つをやっていきたいんですね。でラスウェルはまあどうしよう、あ逆にしよう、 LB ゲージこっちの方が少ないから LB ゲージ、 LB ゲージ氷ダウン、まあいいか、 LB ゲージでラスウェルは竜特攻付与の120% の氷属性デバフと LB ゲージの上昇で、ポネはとりあえずトリプルのガチで物理防御でバリア張るでしょ、でウェイで LB ゲージの上昇で、もう一回 LB ゲージの上昇やってもいいかなと思ってます。でやっちゃおうかな、自分の HP も大丈夫か、そこがちょっと不安だけど、まあ大丈夫だろう。で LB ゲージの上昇で、あとはねここちょっとやることないんだよな、どうしようかな、まあどうしよう、うん、これかな、状態異常耐性付与でリュックは変わらず、分身付与とバーストストーンの上昇率アップ、フィナデジブレイブシフトして今度はね氷耐性上げていきたいので、まず全体カバウと氷属性を 90% ですねバフかけていきましょう。でポネ打っちゃいましょうか、大丈夫だとは思うんだよな。オッケーオッケー、あやべ、ポネのバリア、まあいいか。そしたらラスエル霊言で打っていきましょう。だいたい70ぐらいまでいけばいいかな、あ全然いかんな、80か、まあまあまあでも大丈夫でしょう。でそしたらうわこれがマジで痛い、ここで神竜の王引かなければ大丈夫、地震も耐える、全部レジスト OK で、死のルーレットは、まあ、むしろ神竜に当たってほしいんで、あのラスエル霊言に当たんなければ何でもいい、誰でもいい、レーもうちょっと長いけど、ラーゲンに当たんなければお前こうなったら、これがまあ運ゲーのゆえんなので、僕はねここでリセットよします、もう一回入り直しですね。はいじゃあね2ターン目やってまいりました、まあ、さっきとねパーティーのなんだろうな HP の感じとか違うと思うんですけど、まあ、これがねランダム要素ありきのもので、まあ、かなりね今1ターン目の敵の攻撃は、まあ、いいものを引けたので、まあ、ほぼほぼ無傷で耐え抜くことができました。これがほんと神竜の王とかを2回食らうと、カバウ無視、分身も無視だったかな、それの攻撃が2回飛んでくるんで基本耐えられないんですよね。で2ターン目は
とりあえずポネはね、まあ、ガチの、まあ、物理の壁張る。あ、待てよ、ガチ張ってウェイで取り、あーいやーどうしようかな、まだまだいけるっしょとかを、まあとりあえず倒れそうなリュックで、その後にウェイウェイで LB 回収して、まあ、バリアを張ってあげましょうと。で、あーやべー、あー逆だったか、まあいいか。そしたらラッセル・レーゲンは LB に余裕がある方が、流布用、そして氷属性ダウンで自分の LB ゲージ上昇で、もう一人はどっちかっていうと LB ゲージをよく貯めたいので LBLB で、まあ、威力の高いアビリティとか選択してあげましょう。でリュックは、あ、ここでね幻獣をカーバンクル、そしたら使っていきたいので、とりあえずこれでまあ弾を落としますと。で弾を落としたら、まあ、これでカーバンクルで味方のね、あの魔法を跳ね返すっていうのを貼れるんですよ。でこれがあの死のルーレットって確か魔法判定なんだよね。これで防げると。でレナはここはねそんなにやることないから、まあ LB ゲージの上昇と、あとはどうしようかな、まあ精神アップか、まあ、精神アップとかやってあげればいいかな。でフィナデジーブレイブシフトして、魔法の味方全体カバー、そして氷耐性 90% 上昇やってあげましょう。でこれで本当に神竜の王2連発とか引かなければ、まあ、問題ないと。マジでここは祈るしかないから。で死のルーレット、あ、オッケーオッケーオッケー、で、あ、余裕だね。でそしたらこれはこれも運で、まあ、跳ね返せると思うんだけど、ラーゲン以外に当たればまあオッケーオッケー全然問題ないんだけど、これでラーゲンに当たるともう終わりですね。あれポネだ、あ、え、あれ跳ね返せないんだか、あれなんで、どうして、ちょっとごめんなさい、よくわかんねえや、あれそうやって聞いたんだけどな、ちょっと話が違うな、まあいいや。そしたら、まあ、このねラーゲンの LB これをやっていきましょう。あ、ちょっとせっかくだからムービーオンにするか、ちょっと待ってな、設定の、LB 演出オンな。 OKOKOK 行くぜ、かっけえかっけえやつやってもらおうじゃないか、行くぜラーゲン LB チェイン、おれい、いやマジでこの LB 超かっこいいよな、マジでかっこいい、素晴らしいぜ。久々に LB 演出オンにしてるけどマジでかっこいい超かっこいいわ、これもう絶対削れっからズドーンと、やばいでしょこの2人の LB 力がおかしいんだよ本当に。で、まあ、全体にリレーズかけてあげればもう最後ねでかい一撃が飛んでくるんですけど、まあそれも問題ないと。ファイナルアタックギガフレアだね、うわー気持ちいいなー、まあ耐える、まあレナしか落ちなかったね、しかもオッケーオッケー、これで威力が、まあ、11億出てるとやべえ強えな。まあこれでね問題なくあの幻獣も召喚してっていうミッションもね、あのクリアできておりますので、まだねクリアできてないよとか、まあ挑戦してないよって方はラスエル霊言お持ちでしたらぜひ、やってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。 Twitter の方やっておりますのでフォローがまだの方はぜひ概要欄からよろしくお願いします。それではさよなら。